諸君は日本史上最大の悪人をご存知だろうか。今から1300年以上前の8世紀中頃、史上6人目の女性天皇、高賢天皇の時代。その日も高賢天皇は侍女たちの手を借りて寝支度をしていた。そこに一人の僧侶が訪ねてくる。お主ら、もう下がれ。支度の途中で命令を受けた侍女たちは戸惑いを見せた。だが命令は命令だ。侍女たちが部屋を出ていくと、高賢天皇はその僧侶を寝台に呼ぶ。おお、待っておったぞ。そうして仲睦まじく夜を過ごす二人。ことを終え、ごろりと横になった高賢天皇は僧侶の目を見つめ、こうつぶやいた。何か欲しいものはあるか。陛下、私が欲しいのはこの国です。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴメタリー。マドモアゼウ、つけたらすこえいも最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっぞ。言うの世界三大闇人形のヤミリですわ。ミッドナイトの皆様は何の世界三大かしら。よければコメント欄で教えていただきたいですわ。ちなみに私は世界三大語り部系ヴァンパイアの剣だっぞ。世界三大が二人もいるチャンネルなんてすごいね。さて、こういう話するのは日本三大悪人の一人、道教について。まずは道教がどうして悪人として名を残すことになったのか、その理由から見ていくぞ。言うの天下を狙った悪僧。ミッドナイトの諸君は女性天皇がこれまでどのくらいいたかご存知だろうか。歴代の天皇は初代の神武天皇から第126代の金城天皇まで129人がその意にあり、大半は男性だ。そのうち女性の天皇はたった8人しかいない。そして今回の話は史上6番目の女性天皇である高賢天皇が君臨していた時代だ。彼女は第46代天皇、第48代天皇を務めていた。しかし彼女の退位後はおよそ850年もの間、女性天皇が立てられることはなかったんだ。日本史からパッタリと女性天皇が消えてしまったのはなぜか。それは高賢天皇の時代に起こったある事件がきっかけだと言われている。今から1200年以上前の765年、この年高賢天皇は仏教の最高権力者として法皇という役職を設けた。天皇の名においてそなたを法皇に任命する。ありがたき幸せ。高賢天皇に頭を下げる袈裟姿の男、この男こそが今回の話の主役、道教だ。法皇とは宗教上天皇よりも身分が高くなることを意味した。そのため高賢天皇の家臣の中には反対する者も少なくなかったんだ。陛下、道教殿の徴用についてはご裁決をお願いいたします。ならばわらわは二層になって道教と共に生きる。家臣の忠言を聞くなり怒り狂って暴れ始める高賢天皇。実は道教は一僧侶でありながら高賢天皇からの寵愛を一身に受けていたんだ。こうして道教は絶大な権力を手に入れたわけだ。そして時は下り、道教が法皇に命じられてから4年後の769年、歴史的事件が起こる。その日道教と高賢天皇は満面の笑みを浮かべ手を取り合っていた。道教よ、ようやく叶ったな。ああ、ありがたい。これで私が。この少し前、二人は使者からこんな言葉を伝えられていたんだ。神のお告げが下りました。内容は道教様を天皇にすべし。怒涛の展開ですわね。天皇から溺愛された身の程知らずな生臭坊主が権力を得ようとした展開で大きいですの。まあ言葉遣いはあれだけど、大まかには間違ってないよ。っていうか、この生臭坊主はどこの馬の骨なんですの。では道教がどうしてこれほど高賢天皇の信頼を得る存在となったのか、その経緯を見ていこう。悪僧の秘密。道教が生まれた年は正確に分かっていない。700年頃に現在の大阪府八尾市あたりで弓の製作を請け負っていた氏族、弓削氏の家に生まれたという説が有力だ。比較的裕福な家で育った道教は若い頃から修験道の苦行を重ねた。その後奈良時代の有力な僧侶義円の弟子になったようだ。義円の下で道教はサンスクリット語を習い、禅への理解を深めた道教はやがて宮中に招かれ治療活動を行うようになった。どうしてお坊さんが医師のような役割を任されるのか疑問に感じるミッドナイトのために少し補足しよう。道教の生きた奈良時代には皇族のために宮中で病気の平養を祈ることが盛んに行われた。この祈祷をする僧侶は医療の知識や呪術的な力を備えた禅の僧侶だったんだ。そして761年、道教の人生を左右する事件が起きる。その年平城京を改修するため一時的に都が近江の国に移されていた。その時高賢天皇は実母を亡くした悲しみで落ち込み病に伏せっていた。彼女の看病役として呼ばれたのが道教だったんだ。陛下のために祈らせていただきます。早速祈りを捧げる道教。しかしその間高賢天皇の目は別のところに注がれていた。なんじゃあれは。高賢天皇が見つめる先にあったのは道教の股間。一体股間に何があるのか。道教が座った姿について江戸時代にこんな川柳が読まれている。道教は座ると膝が3つでき。そう、注目を集めていたのは膝と見間違えるくらいの
巨大な一物。一物は目にした光景一目惚れ。一句読まないで。ってことは巨大な一物のおかげで光景天皇のお気に入りになったってことですの。あまり連呼しないで。さ、続きを見てみようか。道教、はよこちらに。お待ちください。出会ってからすっかり道教に夢中になった光景天皇、暇さえあれば道教を近くに呼び寄せ、夜になると寝室にまで誘ったという。そんな二人の熱烈な関係は内密どころか平民たちにも知られるほどで、二人の関係を詠んだ歌や記録が無数に残っている。陛下、私はもっとあなたのお力になりたいのです。女性天皇として君臨する光景天皇に寄り添う道教、その海外しい姿とたくましい体に光景天皇はどんどんのめり込んでいく。そして出会ってから2年後の763年、道教は宗や二宗を統率する正宗図に任命された。さらに765年にはついに道教のために新しい役職まで作られることになる。道教は素晴らしい善事だからな。太政大臣を任せるに足る人物だ。こうして作られたのが太政大臣善事。さらにそのまた翌年の766年にはこれまた新しい役職ができる。道教のような人こそ仏門を治めるにふさわしい。高らかな宣言により道教は法王に命じられた。こうして絶大な権力を手にした道教のコネで、弟や弟子たち10人も朝廷内で高い地位を得ていったんだ。一物のコネで自分だけじゃなく身内10人も出世させるなんてやりますわね。確かにコネには間違いないけど、一物のコネって何？それはさておき、ここで一つ仏教界のトップに立った道教の絶大な権力を示すエピソードを紹介しよう。実は763年に道教本人が書いた書簡が今も残っている。内容を簡単に説明すると以下のようになる。お前ら3ヶ月以内にこの大般若経を全部写せ、写経は6日で終わらせろ。道教が命じたのはブラック企業も真っ青な過重労働。奈良時代の役人は5日働いて1日休むという決まりだったが、道教は92日間もほぼ休みなしで大般若経を写経させたんだ。さらには通常120日はかかる仕事を6日で終わらせるために20人以上の役人を投入したという。道教は光景天皇との関係性が濃かったため、役人たちも命じられるままに写経に励むしかなかったようだ。このように多くの役人を思いのままに動かすことができた道教だったが、この後彼はある事件をきっかけにどん底に落とされることとなる。僧侶のくせに権力に溺れすぎですわ。こんな暴挙を光景天皇はなんで見逃していたのかしら。光景天皇は道教にメロメロだったからね。それに権力を与えまくった手前、止められなかったんじゃないかな。思うがままに権力を振るい続けた道教だが、それも長くは続かないんだぞ。言うの宇佐八幡宮神託事件。事件が起きたのは769年、天皇家とゆかりの深い大分県の宇佐八幡宮から神託が届けられた。神託というのはいわゆる神のお告げだ。神託を申し上げます。道教が好意につけば天下太平になるだろう。使者が持ち帰った神託を聞いた道教と光景天皇は大喜び。陛下ありがとうございます。よいよい、それより今晩もな。神託が下り、これで天皇になれると北そえむ道教。光景天皇もすぐに好意を譲ろうとするが、お待ちください。直前になって待ったがかかったんだ。声を上げたのは和家の清丸という貴族の男。実は先の神託に不信感を持った人たちがその真偽を問うために使者を派遣していたんだ。その使者が和家の清丸だった。その神託は偽物です。本当は天皇の後継ぎは必ず皇族を立てよというものです。和家の清丸の報告を聞いた多くの家臣たちはほっと安心した。これで和家のわからない男に使えなくて済む。だがその報告を素直に受け止められない人物もいた。貴様何を申すか。道教はわらわの信頼する善事であるぞ。報告に大激怒した光景天皇は大暴れ。和家の清丸に和家部の北生野という汚れるという文字を使った屈辱的な名前をつけ流罪にしてしまったんだ。これによって偽神託事件は一旦うやむやになったが、この翌年ある出来事によって道教は追い詰められる。その出来事とは光景天皇の崩御。これまでやりたい放題してきただけにヤバいですわね。恨んでる人もいっぱいいるんじゃないかしら。そう、光景天皇という絶大な後ろ盾を失った道教はあっという間に失脚させられるんだぞ。770年、光景天皇が病で亡くなった。それと同時に道教は権力の座を追われ、現在の栃木県にあたる下野の国へと左遷される。そして2年後の772年、失意のうちにこの世を去ったんだ。一時期は天皇に次ぐ地位まで上り詰めた道教だったが、その葬儀は平民と同様簡素なものだったという。そして道教の失脚後、彼が起こした宇佐八幡宮神託事件によって2つの原則が定められることとなった。
一つは皇位に臣下がつくことはない、もう一つは天皇が即位したらすぐに皇太子を決めるというもの。この二つの原則ができたおかげで100年以上続いていた内紛や粛清が止まるきっかけとなったようだ。ある意味道教のおかげで平和が訪れたようなものだが、死後の道教は女性天皇をたぶらかし自ら天皇になろうとした悪人として語り継がれることとなった。これにてめでたしめでたしと言いたいところだが、実は近年の研究によってある説が浮上している。その説とは、道教の悪行は全て創作。あ、創作どういうことですの？じゃああの一物も作り物のハリボテってことですの？うん、一物云々も実は平安時代以降に広まった話らしいんだ。なんですって？その背景にはある真実が隠されているんだぞ。言うの？悪僧の真実。ここまで話したように長年道教は女性天皇をたぶらかした悪僧として語られてきた。だがこのストーリーをきちんと記した具体的な記録は蜀日本儀という書物以外には存在しない。そしてこの蜀日本儀は後見天皇と対立していた藤原氏と関係が深い書なんだ。そこからある説が浮上してくる。その説とは、道教と後見天皇のエピソードは藤原氏による捏造。その根拠となっているポイントが3つ。まず1つ目は、道教に下された罰が軽すぎること。神託を使ってまで天皇になろうとするなんて国家転覆を企んでいると思われてもおかしくない。だから本当なら道教は死刑になったり、少なくとも僧侶としての立場を奪われているはずなんだ。しかし道教に下されたのは左遷だけ。死刑になるどころか破門さえされなかった道教、いくら後見天皇がバックについていたとはいえこれだけ軽い罰で済むはずがない。2つ目は、和気の清丸が出世していないこと。道教や後見天皇の企みを明らかにしたんだからスピード出世してもおかしくない。だが和気の清丸が出世したという話はどこにも残っていないんだ。そして最後の3つ目は、中国にそっくりな話が残っていること。漫画キングダムにも登場する真の宰相呂不韋という男をご存知だろうか。ただの商人であった呂不韋が宰相の位にまで上り詰めた背景には、始皇帝の母長期と内通していたという話がある。長期の後押しを受けて宰相になった呂不韋、後見天皇の後押しを受けて法皇になった道教、あまりにも似ているように思えないかな。うわぁ、言われてみれば確かに似ていますわね。そしてどうして道教を悪人とする記述がなされたのか、この理由を考察すると真実が見えてくるんだ。道教が後見天皇をたぶらかし権力を掌握しようとした悪人という話が作られた理由、それは後見天皇を貶めるためだったのではないかと考えられている。諸君も歴史の授業で聞いたことがあるだろう。大化の改新以降、天皇家は天智天皇系と天武天皇系の2つの派閥に分かれ対立していた。実は後見天皇は天武天皇の最後の天皇で、その後はずっと天智天皇系の血筋が続いている。つまり後世の人々が天武天皇系の天皇にはろくな人がいなかったということを強調するために歴史を改憑した可能性があるんだ。さらに最初に挙げた日本三大悪人に加えられたことで、道教の悪いイメージはさらに強調されてしまった。この日本三大悪人は明治以降の広告史観に基づいて考案されたもので、その基準は自分が天皇になろうと企んだ人々だ。歴史は勝者が作るという言葉があるが、まさにその典型的な例が道教のエピソードだと言えるだろう。ミッドナイトの諸君も誰かの悪評を耳にしたときはそれをそのまま鵜呑みにせず、誰がどんな目的で語っている話なのかよく考えてみてほしい。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。